ここ数日の間、大きなウェアウルフが住民たちを震え上がらせています。このウェアウルフには妻がいて、彼女だけがウェアウルフを落ち着かせ人間の姿に戻すことができるのです。ここにいる3人の女性はウェアウルフの妻かもしれません。なだめてもらいたいのですが、誰も妻だということを認めようとしないのです。自分で突き止めてみましょう。この女性の服には毛がついていますよね。これは狼の毛なので、妻は彼女だということになります。彼女がウェアウルフに近づいて抱きしめると、彼は人間の姿に戻りました。お腹が空いていたので、ピザ屋のピッツェリアに立ち寄ることにしました。するとレストランのオーナーが、金庫に入っていた今週の収入が全て盗まれてしまったと言っています。泥棒は手袋をはめていたようで、指紋は残っておらず、ビデオカメラはオフになっていたようです。このピッツェリアでは過去1年間に同じような事件が数回発生していて、その度に保険会社がオーナーに対して盗まれた全額を支払っています。どうやらオーナーはお金が盗まれたふりをして保険を再び使おうとしているようです。このオフィスを観察して、オーナーの仕業だということを証明してください。通気口を見ると、ハッチの後ろに盗まれた札束が隠されているのが見えますよね。ステイシーは突然何者かに押されて海に落ちてしまいました。そこで海の王国でネプチューンに出会うことに。彼は3人の人魚に囲まれて玉座に座っています。そしてステイシーに真珠のネックレスを妻に返すよう頼みました。どうやら最近ルークが海岸で発見したネックレスは彼の妻のものだったようです。ネプチューンの妻はどの人魚だと思いますか？3人目の人魚です。婚約指輪をしているのは彼女だけですからね。ステイシーがネックレスを返すと、ネプチューンは指を鳴らし、護衛たちがルークを連れて行きました。ネプチューンは、正しいドアを選ぶことができたら無事に家に帰らせてやると言っています。一つ目のドアの向こうには悪魔がいるので、侵入者は食べられてしまいます。二つ目のドアの向こうには床全体に溶岩が流れていて、三つ目のドアの向こうには触れたものを全て切り裂いてしまうレーザーが設置してあります。ステイシーとルークはどのドアを選べばいいのでしょう？三つ目のドアを選べばレーザーに触れず、舌を張って逃げられますね。出がけに急いでいたので、アパートのドアをロックするのを忘れてしまいました。すると何者かが中に入り込んで、内側からロックしてしまったので、自分の鍵を使って開けなければなりませんでした。でも窓の向こうにいる人のシルエットを見ると、この人物の正体に気づきました。一体誰だったのでしょう？それは弟を助けてほしいと依頼してきた女性だったのです。彼女は赤いブレスレットをしていましたが、シルエットの人物も同じアクセサリーをつけていますよね。そして彼女は直接お礼を言いたくてここに来たんですが、ドアは開いていたのに家には誰もいなかったんですと言いました。ある日、謎の生物学者によって夕食に招待されたので、家に行くと地下室に案内されました。すると彼は奇妙なアイテムの乗った3つの料理をテーブルに置きました。1つ目の料理は白いひだのある白い野生のキノコで、2つ目はトウゴマの実でした。そして3つ目には魚の脳が入っています。さて、安全に食べられるのはどれでしょう？ここで毒が入っていないのは魚の脳みそだけです。何者かが激しい暴風雨の最中にマシューの家に侵入し、多くの高価なアイテムを盗んでいきました。警察署に通報すると、すぐに警官がやってきて隣人たちに尋問。ニコールは、私は一人暮らしで自宅勤務なので一日中家の中にいましたと言いました。ジェリーは、自分はイタリアンレストランのシェフで、ちょうど30分前に仕事から家に帰ってきたところですと言っています。そしてソフィアは警官に、病気だったので家からは出ていませんと答えました。泥棒は誰だと思いますか？ニコールです。一日中家にいたと主張しているのに、部屋の隅には濡れた傘が置いてありますよね。
親友のキムとアシュリーはイタリアで一緒に夏休みを過ごすことにしました。そして幸運なことに安い飛行機のチケットを購入することに成功。フライトは午前10時ですが、残念なことに2人が空港に到着すると間違った空港に来てしまったことに気づいたのです。ここでは2つの選択肢があります。1つ目は目的地の空港に行くために100ドル払って高速列車に乗るというもの。2つ目はここに留まって後のフライトのチケットを400ドルで購入するというもの。2人はどっちを選ぶべきだと思いますか？2つ目の選択です。壁の時計を見るとすでに午前9時55分になっていることがわかりますね。2人のフライトへの搭乗はすでに終了しているので高速列車に乗っても間に合いません。キムとアシュリーは新しいチケットを購入した後、コーヒーを飲むために空港のレストランに行きました。ですがキムは一つ奇妙なことに気づき、できるだけ早くこの場所を離れようと言い出しました。一体何に気づいたのでしょう。この女性はゾンビです。でも一体どうやってセキュリティを通過したのでしょうか。飛行機に搭乗する時間が来るとエコノミークラスの席はもう空いていませんでした。そのためキムとアシュリーはビジネスクラスにするよう促されました。そこには他に3人の乗客がいます。客室乗務員は新鮮なジュースを提供しながら、すごくラッキーでしたねと囁きました。2人はイタリア人の有名なビリオネアの隣で飛行することになったのです。この3人の乗客の中でビリオネアは誰でしょう。この魅力的な女性かもしれませんが、ビリオネアだったらポリエステル 100% のジャケットを着ることはないですよね。さらにこの男性のビジネススーツはかなり豪華に見えますが、靴は安物でボロボロです。この変わった姿をした紳士が真のビリオネアに違いありません。かなりカジュアルな服装をしていますが、非常に高価な金の時計をしていますからね。ある銀行に強盗が入りました。警察は銀行の警備員の一人が強盗を助けたのではないかと疑っています。そのためジャスティン刑事は3人の警備員に尋問することにしました。一人目の警備員は叫び声が聞こえたので駆けつけましたが、強盗はすでにいなくなっていましたと言いました。二人目の警備員はその時コーヒーを飲んでいましたが何も聞こえませんでしたと語っています。そして3人目の警備員は強盗を追いかけようとしましたが、ブーツの靴紐を結ばなければならなかったので何も考えずに非常口の近くにしゃがみ込みました。そしたらその瞬間ドアが開いて頭を殴られてしまったんです。意識が戻ると強盗はすでにいなくなっていましたと答えたのです。ジャスティンはすぐにどの警備員がグルだったのかを突き止めました。一体誰だったのでしょう。3人目の警備員です。安全上の理由から緊急ドアはすべて外側に開くはずですからね。警察は2日間カイルのことを探索していました。彼はハイキングに行ったまま行方不明になっていたのです。そしてようやく発見された時には何者かに頭を殴られていたようで茂みに横たわっていたのです。カイルは弱々しい声で友達と言った後意識を失ってしまいました。警察には3人の容疑者がいましたが、全員カエルの友人でした。ザッカリーはこの数日間会議の準備をするために仕事をしていましたと言っています。ジェシーは足首を捻挫してしまったので4日間寝たきりでしたと答えました。そしてビリーは仕事でニューヨークに行っていましたと説明し、警官に搭乗券まで見せています。カエルの事件は誰の仕業だと思いますか。警官はすぐにビリーが搭乗券を1枚しか持っていないことに気づきました。これではニューヨークから戻ってこられないので彼の話は信用できませんよね。トミーが町の郊外にある古い洞窟を探検していたら謎のダンジョンに閉じ込められてしまいました。ここには逃げ道が3つありますが、安全なのは1つだけ。1つ目のドアの向こうにはものすごい炎が燃え盛っています。2つ目のドアの向こうにはあらゆる物質を数秒で溶かしてしまう酸性雨が降っています。そして3つ目のドアの向こうには2年間何も食べていない巨大なヒグマがいます。トミーはどのドアを選ぶべきだと思いますか。
3つ目のドアを選ぶべきです。食べ物を食べずに2年間生き続けられる動物はいませんからね。ある嵐の日に数時間雨が降り続いていました。トンネル内では自動車事故が発生。黄色い車が赤い車に衝突してしまったのです。黄色い車の運転手は雨がひどくて何も見えなかったので事故は絶対に自分のせいじゃないと言っています。ですが警察は男に嘘をつくのをやめて自分の過ちを認めるよう言いました。なぜでしょう。事故はトンネル内で起こったので雨が降っているわけがありませんよね。キャベル夫人は高価なデザイナーカップを製造する小さな会社のオーナー。平日の仕事が終わった金曜日に銀行から電話があり、自分の口座に貯金してあった全ての金額が盗まれていたことを知りました。キャベル夫人はそれが従業員の一人の仕業に違いないことに気づき、一人一人にその日何をしていたかを尋ねることにしました。セールス責任者のスローンは顧客と交渉して新しい顧客を探していましたと答えています。陶芸家のアティカスは毎日1カップずつ作っていますと説明し、その週に制作した全てのカップを見せました。そしてデザイナーのシエラは仕事をしていましたが、その日は家族内の問題があったためあまり生産的ではありませんでしたと言っています。嘘をついているのは誰でしょう。アティカスです。1週間には5日間の営業日があります。彼は1日1個のマグカップを作ったと言っていますが、4つしかマグカップを見せていないので仕事を1日休んだということになりますよね。